あの映画はマイナーで、今ではなかなか手に入らないんだ。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。芝くんは少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。どこ行ったあいつ。網口を見つけないとゲームにありつけないぞ。